劇団ラフチョイス配信公演副音声イエーイ。はい、立花凛役の北川理恵です。東郷咲役の大郷真奈です。滝本優役の近藤正幸です。よろしくお願いします。ということで今回はね、副音声を撮らせていただけるということで楽しみでございますね。楽しみですね。こんな企画があるなんて私ちょっとワクワクしてます。震えが止まってないじゃないですか。寝る、こんなラフな感じでいいですか。わからないね、いいですよ。ラフでフラッと撮っていきましょう。そうしよう。はい、この副音声の、楽しみ方なんですけども、まず皆さんのこのアーカイブ配信のものを15分に設定していただけますか。そうするとすぐね本編が始まりますので、はい、そしてこの動画と一緒に楽しんでいただければ、あのね、一緒にこの一緒に感激してるよみたいな感じになるじゃないですか。そう、だから私たちも一緒にあの見ながら見ながらやるので、はい、せーのドンってこう再生ボタンを押すと私たちの副音声と一緒に見れるってことですね。はい、伝わってるから。話なんかしちゃいますかね。キャッそんな感じで参りたいと思います。はいじゃあカウントダウンしましょうか。あ、そうですよね。そうです。あ、もう始めていいんですか。あ、わかりました。じゃあ初めて行くそうです、はい、やだ、ちょっと緊張してきた。私まだ映像見てないからドキドキする。そう、俺もだ。ドキドキ、やだ、ちょっと大丈夫かな。そうそうするね、はい、行っちゃいましょう。行っちゃいましょうか。10秒前から。え、違う、違う10秒前って言うんだって。あ、そう、あの、あれなんですよ、あの配信リハーサルとかをね、こうやっていくときに、あの始まる前に10秒前って言うんでって、あの撮影スタッフの方が言ってて、とうって言ったって思って、私すごい、あの袖でずっとドキドキして、なんかトンって言ったって一人ですごいずっと興奮してたって10秒前じゃないんだって。それちょっと一緒にやりません。10秒前から始めたくない。いいですよ、10秒前の家の期間みたいに。ちょっと無視。なんで10秒前って言うんですか。映像関係の決まり。かっこいい。そうなんだ。え、プロ感漂ってすごい。じゃあプロ感漂わせて、漂わせないね。私カウントダウンしましょう。はい、いきますよ。トン9、え、おかしいじゃん、10秒前って言うの。まあ、こういう会話をしてるうちに多分皆さんもあの準備ができたんじゃないかと思いますので、じゃあ10秒前からいきましょうか。いきますよ、はい、10秒前9、8、7。違うな。何、違うんだ。何だ。なんかね、ごめん、早めに言えばよかったんだけど9も言っちゃダメなんですって。なんで。なんか9って急出しの9、キュンってなっちゃうからダメなんですって言って、10秒前8ってなるらしいんですよ。まあ、俺カウント取るの難しいんですよ。カウント取るの難しいんですよ。カウント取るの苦手だから8の8が合わないかもしれないけど、よろしくね。やってみよう、頑張ろう、はい、いくわよせーの、10秒前8、7、6、5、4、3、2、1スタート。うわ、2021年。いや、めちゃめちゃ緊張してるじゃない。いやって手を振ってるんじゃないよ。はい。すごいよね。こうやってさ、うん、普段の舞台だったらこうやって説明がないじゃない。枠っていうか、はい、テレビ画面的な。確かに。ね、このさ撮影の時どんな感じだったんですか。私とまなえさんはこの撮影の時知らないじゃない。写真撮影。もう本当僕虫が苦手でこの虫の、ね、いつまで3月してる。いや遅いでしょ、突っ込むのは早く見ようよちゃんと。そうね、このサングラスの秘話もちょっと後で話します。俺虫苦手だから。ほらちゃんとさ曲名出るっていう。そう、それね、すごいですね。曲名がちゃんと出てからこのテロップが出るっていうことにまずびっくりした。そうね、普通出ないじゃない、すごい。なんかさ、舞台だったらさ、やっぱ生だからさ、歌詞とかをさ、こうね、完全には聞き取れないでしょ、きっと。それが確かに初見だし ね、ちゃんと分かるのかな。 ね、ちょっとなんか後ろに一人ラスボス感出してる人いるけど大丈夫これ俺どうしてあそこあんなに足開いてるの。あのね、違うんです、僕ね、スタンス狭くなるとなんかなよなよしてて、広くするとちょっと威張ってる風に見えるから、この幅でって言われたのが
あったんだけど、ちょっとこれ開きすぎて。なんかね、ストーンって。でも、そう、気合入っちゃった。かな、かな。かな。何が映ってる映ってるって言った。嬉しい。ちゃんとあれでしょ、ね、俺初めて見るの、二人の。あ、そっか。ずっと後ろ見てるから。いや、見入ってるやないか。いや、見ちゃうね。見ちゃう。あ、いいね。髪の毛ちゃんとクリクリしてて好き。いや、私の髪の毛は何巻きをしてたんですけど、これはあの北川先輩の努力の賜物でして、そう、私が何巻きしました。ありがとうございます。いいじゃないですか。でも何巻きをあれでちょっとマスターした自分もちょっと嬉しいんだよ、はい、ありがとう、やらせてくれて。ありがとう、ありがとうと。ちゃんと私茶髪じゃない？え、そうだよ、全然茶髪。そう、歌っちゃうじゃん。私たちもうちょっと内容に言及した方がいいと思うの。リコさんさ、チョイスが一番推し、ね、あ、そうね、ごめん、なんチョイスが推し曲だって言ってた。言ってた。いや、この曲かっこよくない？かっこいい、かっこいい。いや、テーマ曲って感じで。え、この曲が一番最初にできたんですか？どうなんですか？一番最後。この曲一番最後なんだ、そうなんだ、だそうですよ、皆さん。すごっ。そうなんだ、ここのさ、そうかっこいい、ね、ナイスタイミング、ありがとう岡田さん。こういうこと言っていいのかわかんないですけど、すごいここのタイミングで苦戦してて。歌いね、言っていいですか、こういうこと。大丈夫ですか。歌入りとかで、ね、俺もテンポとかでもすっごくお世話の、本当にありがとうございました。申し訳ないことで、はい、苦戦してたね。苦戦してました。でも完璧ですね、稽古の成果、うん、ありがとう、うん、あ、こういう表情、こんな顔してたんだ、バナイさん。恥ずかしいね。こういうすごいね、すごくない、うん、ピントがさ、うん、鉢に合うよ、ね、うん、ヒョンって。え、これって練習とかするんですか、このカメラワークみたいな。あ、朝やってこう。いや、マジすげえと思って、うん、あ、日付、この日付だね、わー、いいな。なんかこの日付が青いのはなんか意図があるんですか。赤と青で2つの人生が表現されている。なるほど、うん、そう、なんかチョイスのイメージカラーって何色なんだろうねって。あ、そう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 、言ってましたね。合ってない？そう、赤と青と私たち緑っていう。あ、そうだね、そうだね、すごい合ってたね。確かに、うん、物語が動き始めてますよ。あ、なんかドキドキしてきた。なんかこの椅子の振り、いや、すごいね。私なんか最初あのマラソンランナーの話ですって聞いたとき、かっこいい、ちょっと待った、ね、今待って、あ、ごめんごめん、今すげえいい話してね、ごめんなさい。ここいいよね、ここ、ここいい、ここいいのよ。立っちゃった、こう、あれいいよね、いい、自分のことしか見てなかったんですよ、今。すごい、はい、好きなんですよ、このね、すごいね、あのさ、3人がさ、違うところを歌うあのが結構今回の肝だよね、はい、うん、人間関係もそのパートでちゃんと出てるっていう、それがすごい作りいいなって、うん、あ、こうやって出してくれてたんだね、歌詞、うん、2つ、やっぱりスタンス広めっすね、俺。ね、早めに言ってくださいよ、それ。いや、だから知らなかったから。皆さんもスタンスしか気にならなくなっちゃうもん、ね、ごめんなさい。まあでも、これからね、1時間半ぐらいありますよね。ほら、来るよ、来るよ、来るよ。バン、うわー、ジャパニーズミュージカルって。かっこいい、ありがとう。すごい、フォントが好き、フォントが好き。2016年、さっきのこのモーションの話したのに、あ、うん、ごめん、あ、ちょっとこれでもあの見せ場なんで、ちょっと見てもらって、あの、そう、見せ場どうですか。かわいい、この言い方よ。ゴリ沼、ゴリ沼。
これただ楽しそうだもん。言えた言えた言えた。この曲もいいですよね、うんうん、いや本当にさ、それで聴いてるんだけど、うん、楽しくなっちゃう。あとでね、なんかさ、ハモリのさ、声色ちょっと似てて、聞こえがすごい嬉しい、いい感じがする。でもなんか、昔からそれはさ、なんか言われることが私は ありました。あ、本当嬉しい。繋がら。ありがとうございます。お世話になってます。お世話になってます。ちっちゃい時から知り合いのもんです。ね、なんかあのね、一緒に歌わせてもらうことがね、割とね、ちょっと仲良くてごめんなさい。あの、そう、多いのよ。お二人が。そう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 。そうね。じゃあマジの幼なじみじゃん。ね。でも構わない。幼なじみじゃん。うん。また言えなかった。いいな。これさ。すっごいニコニコして走ってるもんね。恥ずかしい。ここ多分ここ一恥ずかしいやつ。かわいい。本編一。なんで？恥ずかしい。普段のマナーさんは絶対にこうあれだよね。やらない動きだよね。そう。で、なんかふざけるときはあるけど。そうだね。そうだ。かわいい。いや大丈夫。かわいいから大丈夫。許されてる。ありがとうございます。え、だからね、このさ、椅子のモーションの話だけどさ。今じゃないね、ごめんごめん。やっぱり見ながら喋るのマジ難しい。難しい。でもこの歌詞をね、やっぱちゃんと見て聴けるって本当に嬉しいね。うん、大事じゃない、ここね、これ。なんかさ、私ちっちゃくない？いや、ちっちゃいのよ、だから。びっくりしちゃった。ちっちゃいのよ。それがすごい可愛くないですか？うん、なんか。すごい、手が大きめなりんちゃんの方が実はちっちゃいんだって。ちっちゃいんだね。なんか、ちっちゃいっていうか短い。短い短い、なんか、キュッて。キュッてやってね。うん。みーちゃん。あ、本当に、今じゃない椅子の話、ごめん。あ、椅子の話、うん。いや、そう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 、マラソンマナーですって言われたから、はい、舞台上で走るんだって思ってた、うん、で、どうやって走るんだろうってすごい思ったね。客席とかこうやって走るのかなとか思ったけど、この想像はやっぱなかったから、椅子に座って私もなかった。いや、すごく斬新だし、でも一番伝わりやすいとかさ、うんね、うん、いや、素晴らしいなって思いました、うん、だから、取り付けの方そうだよね、うん、でもマラソンの役って、でまあその題材もどうなるんだろう、しかも俺アナウンサーだし、うん、どうなるんだろうって最初ね、確かに、うん、これちなみにマラソンってなんかその、まあ、多分オリンピックイヤーだからっていうのでこういう話になったんだろうなっていうのは思ってたんですけど、あのマラソンで行こうっていうのはどういう意図があったんですか、ね、なんか最初その人生を走るみたいなものはいいなっていうのがあったんですけど、うんうんうん、それでこう長距離と短距離とこういろいろ使い分けができるねっていう話をしてて、うんうん、最終的にはやっぱ2人ともマラソンがいいなっていうふうに思いましたね。へえ、なるほど、人生を走るってことか。なるほどね、はい、でもやっぱ長いね、マラソンいいんじゃない、人生をかけるという。梅さん、梅さん、そう、あのね、ここめちゃめちゃ緊張してんだよね、俺。この左手が気になる、お客さんからもね、あのね、好評いただいてましたね。本当ですか。あ、これをね、キツネさん、これをやってくださいっていう風に言っていただいたときに、俺これをかけてやりたかったの。やった。これでこうやって。なんでやってくれなかったの？いや、そしたらどうして？これの処理がどうしようってなって。あ、私たちサロンに入れらんのか。あの、そう。やる前に聞いた方がいいんじゃないって言ってたんだよね。そう。なんか来てて聞きに行って戻ってきたらちょっとピリピリしてるから。今じゃないで、そして逃し続けてやんなかった。そう。でもね、やんなくてよかったです。これしか考えられなくなっちゃう。そう。そうだよね。あの、キツネさんとかのことじゃないもんね。ちゃんとプランし、ちゃんと練習しないと変なことになっちゃう人だから。これはね、ちなみになんですけど、はいはい、このサングラスちょっと
あの割れてる。これね、今日までつけたことない。今日までつけたことないんです。そんなことない。そう。でもちょっと恥ずかしいからちょっと。つけちゃった。でもう一個だけ言っていいですか。構わないよ。このシーンじゃないかもしれないですけど、僕すごく痩せたんですよ。うん、痩せた痩せた、ね、痩せた痩せた。痩せたでしょ。うん、で顔は結構すっきりしたんですけど、この下にね衣装で結構着込んでて。あ、そうか。さらし？そう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 。巻いてらっしゃいもんね。こういうの言っていいんですか。うん、早替え用にもうさらしを巻いた状態で上に着てるんですね。めちゃくちゃガタイいい人に見えますね。いいこと。あ、うん。ごめん、見ちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。早替えいっぱいありましたよね。早替えいっぱい。あ、そう。さっきさん知ってます。でもすごいね、あの解釈してくださった方々のおかげ。どんどん早くなってた。絶対間に合わないかもって思ってたけど、全部間に合った。かっこいい。見えんの。このさ、見えんの。いやいや、たまらないさ。たまらんね。手どうなってんの？もうね、すごい。フラメンコみたいな。もうね、なんか結構ね、もうね、自分に酔ってるんだよ、このゆうくん。違うよ。また照明がさ、素敵。この当たり方と、あの、撮影の角度とかがね、すごいプロな感じがすごいする。全然俺の方聞いてないよ。聞いてるよ。聞いてる。聞いてるじゃんと。わあすごい。おお。わあ床までついてる。あれ。これね。太陽を浴びてる。そうです。太陽浴びてます。ここで全部浴びてる。最初に太陽浴びてくださいって言った時にバッてやったら、もっともっともっとって言って結局床につくまで。レインボーダンスみたいな。限界に挑戦みたいな。限界に挑戦します。どんどん低くなってたんですよ、稽古中どんどんどん。ありがとうございます、素敵な振りは。いや、もうアングルがすごい。アングルがすごい。そうなんですよ、この配信公演の私たちもびっくりしたすごいところは、うん、カメラさんが舞台上にもいらっしゃって撮ってるっていう、うん、ぐる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 なんか動き回りながら、こうここら辺にカメラさんがいたりとかするっていうのが、うん、今までのミュージカルではありえないんではないかと、うん、なんかせめてこう客席側の定点とこう動くみたいなカメラは向こうにあるっていうのはあるかもしれないけど、うん、舞台上までいるっていうのはなかなかないと思うんですよ。あいいね。これガチ笑いでしょ。いや、ただのガチ笑いだよね。これ僕の心境としては、役の心境としては一番の決め顔だから、僕は一番の決め顔、うん、二重にしてこのもうなんていうのかな、あれ立ち上がって変化してる。なんだろう、レディーみたいなところが一番すごい顔してる。これでしょ。でもで、かっこつけてる風なんですけど、この顔で落とすぞっていう感じなんだけど、この時にかけてできなかった。途中でちょっとごめん。めっちゃ面白かったよ。私この話を台本で最初読んだ時に本当にヤバい人なんだなって思ってた。で、見てどうですか。え、何を言ってるの。実際見て近藤さんがやった絵を見て、え、これってどこからどこまでが本当なんだろうっていうのはずっと思ってる。ああ、どうなの。確かに、どう思ってやってたの。いや、あのね、最初にいただいた時にその頭の面積、私でもお調子者で、アナウンサーだもんね、顔すごいことよね、容姿端麗って書いてあって、お調子者は合ってるけど、うん、容姿端麗はまずいなと思って、あ、まずいなって思っちゃったな。え、ちょっと大丈夫かなっていう感じだったんだけど、大丈夫。で、大丈夫だよ、大丈夫だよ。大丈夫ですか。あ、すごい頷いてらっしゃる。ありがとうございます。イケメン、イケメン、ありがとう。いや、イケメンっていうか、ほら、男前じゃん、僕って。おー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 、ここね。いい振り付け。そう、あの振り付けの時に、このさ、これやっていただけますかと、このさ、この振り大丈夫ですかって、すごく気を使っていただいたんですよ。あ、やってくれないんじゃないかと。そう、いや、大好き大好き、そうそうそう。やっぱりでもさ、舞台とかだと多分きっと紳士なるほどなるほど、うん、っていう多分イメージがね、うん、多いから、やっぱりこんなんやってくださるかな、そっち側の人間が、うん、なんか言ってたじゃない、あのここすごく秀逸な追いかけっこだったなって。
村井さんがちゃんと可愛く走るっていうところがすごいなって思って本当だすごくない？すごい可愛く走ってるのよちゃんと結構だからねこうなってる何この手出ないよ私そんな手私だったら出ないこれはいやわかんないですよいや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 やってみます追いかけっこ今、うん、あ追いかけっこで今はやめてあるじゃん追いかけっこだし切れてるわちょっとこれこの首よいやでもこれは一番僕の最大級のカッコつけですから、うん、えあの首振り違うまあまあ、あの、すみません怒られるかもしれないからいやいやいや乗っちゃったんですねよかったよねうんこの手の処理、この手の処理右手の処理あ、ごめんあ、そうね、俺がこうやってタンってやっちゃうからね上手いただきましたでもさこんなにさなんか好きですってさ、うん、伝えてくれる男性って素敵だなって思う、うん、本当にそう ね, ねそうだねこんなに全力でさ、うん、伝えてくれるのよいや本当にいい人だよねうんでもこのさ幼馴染と付き合うそうなのよこれは幼馴染を最初からもう幼馴染設定は決まってたんですか決まってましたへえ。で、その中の2人をくっつけるも決まってたんですか決まってましたへえ。なんでもうちょっとドロドロさせても面白いかなみたいな鳥が鳥がでもなんかすんごい一番最初の頃なんかリンもなんかユウのことが本当は好きだかも、うん、好きだったけどあ、そうだそうだ恋愛模様もありつつみたいな話も一番最初ありましたよね、うんうん、でもいつの間にかそれはなくなったんだけどなるほどそういうことも最初は盛り込もうとしてたんですね、うん、それはそれで見たい、うん、どうなっちゃうの怖い怖い怖い幼馴染って怖っでもさ相当もうそうなったらもうやばいよねえでも気づかないあじゃないでも気づかないかな俺だってもう一直線じゃんもうなんかさっきってなってるからさだからリンが本当にだから私がただただおおおおおおってなってるいや辛すぎるそしたら辛い辛いよかったねなんか爽やかになんか僕らのよかったよ、ねうん、よかったあらちょっとそんな顔しないでリンちゃん笑ってほしいここすごい可愛いんだようん何これって最初見た時何これって思ったけど可愛いんですよすごいサイズちっちゃいから足ちっちゃいからちっちゃいんだよね多分このぐらいだよねここ俺マジ好きなんだよね俺ね本番中もちょっとね袖で笑っちゃったのにこれここの間ここの間大好きこれ俺ねこの間をどっかで出したかったんですよ自分も嘘いやマジですげえ勉強してましたやだ怖いでも私もここはあの最後の最後の本当にこれで大丈夫なんだろうかって思いながらやりましたもんねめっちゃ面白かったですいやこの価値観の違いだからなんでそのタイミングでやったのいや、俺結構好きですよ、これ本当そんな肩上がってないでしょさあ、いきますよ失礼違いがいきますよこの曲が最初に上がってきた時の私の恐ろしさおうわー、かっこいいかっこいいここからねこれごめんさん、ありがとう、歌っちゃう歌っちゃうちなみにこの曲が一番最初ですか上がったのあやっぱそうなんだそうなんだかっこいい、うん、なんか一番最初の頃にこの曲もらった時にあのこの曲低いとこも出してるし上が結構高いから私びっくりしちゃってこんな曲が
あの全編にわたって来るのかと思うと、みたいな感じだった。しかもこれ結構動きながら歌う感じの振り付けになったから、腹筋を鍛えねばって思ってちょっと腹筋鍛えてた。え、やっぱ歌ってる時って結構息上がってます。こういう動きの時。あ、これはそんなでもなかったかな。なんかあと声が揺れちゃう、なんかこういうとこ、うん、あみたいなところはちょっと工夫しないといけないなって思いながらやってました。ゆかさん多いもんね、うん、こうめっちゃこうやって走りながら、動きながらの歌が多かった。でも全然ブレないからさ、すごい体力ですよね。でも私マラソンが苦手なんですよ。えびっくりするぐらいこの話したことあります。私多分小学校の時にマラソン大会でビリかブービーしか多分取ったことない。そうなの。ビリか2番目。多分取ったことがないというか、先生が探しに来る。あまりにも遅くて、先生がマラソンって言いながら前から走ってくるレベルで、すっごい苦手だったのマラソンが。だからマラソン選手の役って聞いた時にうんってすごいなってた。私もさ、走るモーション、走ってる姿がすごいブサイクでずっと言われ続けてたから、もう本当にやばいな。気にしてたよね、うん、最初の頃ずっと大丈夫ですかって朝走ってたんでしょって、うん、あ、そうなんかえ、ちゃんとフォーム気にしながら。そう、まあ、だけど一人で走ってるからさ、どうだったか分かんないけど。このさ、後ろのプロジェクション、何て言うんですか、プロジェクター、プロジェクター、映像、うん、映像、これすごいね、うん、なんかこのちゃんとさ、タイミングでさ、こう日付もこう前に前面にこう映像で出て、プロジェクターのところも数字が出てっていうの斬新だよね、うん、どっちもないと意味がないから、うん、これ逆に、なんていうの、生の舞台だったらどうやってたんだろうなって思ってるんですけど。どうなんですか。あ、でもあれじゃない、待って、いやいつか生で見れる日が来るかもしれないから、そうですね、それはもう楽しみ。これはもうどうなってるのかを楽しみにしていただいて、うん、しちょっとまた俺の話していいですか。構わないよ。ごめんなさい、俺基本俺の話しか出てこないです。大丈夫ですか。構わないよ。この裏大変なんだよな。大変なの。そうだ、すごいんですよ。大変なの。だからマジで今ここめっちゃこっちうわーって着替えたの。いや本当にその早替えの時にあのお付き合いいただいてる方もうすごい手際良かったよね、うん、これ、はい、はい、はい、みたいな。そう、もう最小限でやってくださるから、すごいの。だから間に合ってる。いや、まず俺のジャケットを、ありがとう、ありがとう、本当にありがとうございます。ジャケット渡したら、マナヤさんのとこ行って、じゃあ次、終わったら俺にネクタイ渡してって、もうこうやって行き来してくれてる。あ、そっか、もう一人でやってるから。はぁ、プロ。すげーよ。だって、割と総特会してるからね。そこも大注目です、皆さん。そうです。ちゃんとこう季節をね、巡ってるのを衣装で表していく、うん、走ってる、めちゃめちゃ走ってる。あ、ここも初めて見る。確かに、そっか、うん、歌っちゃう。この時のモナエさんの靴がすげえ面白い。ずっと思ってたんですよ。かわいいな。素敵。でも、この世界で咲き誇るってさ、かっこいいよね。かっこいい。私、言いたい。言いたい、言いたい。どうかね。お気に入りの歌手。咲き誇りたいですって。ここだ。うえー、気持ちよさそう。うん。いやでもなんか私は正直ここしか見えてないからさ。あ、そっか。そう、全体を見えてるわけじゃないから、やっぱりこうお客さんがね見て、やっぱり作品というのは完成するわけですよね。笑われたんだけど。なんか今の面白かったね。完成するわけですよね、はい。コメンテーター感もすごかったし。私はちょっとコメンテーター感もうちょっと出していこうか。出していきましょうか。みんなね。わかりました。みんな。ああ、いいじゃないですか。まだすごいいいタイミングで出してくださるんですよ。ありがとうございます。
回終えたね。素敵。あ、ちょっと待って、ここ好き。この声めちゃめちゃ好きです、ね。素敵な声。橋谷文さんですね、うん。私の同期です。いや素敵。音声で参加してくださった方々の、うん、バリクソクオリティの高い。高す、うんうん。びっくりしちゃったもん。ね、豪華豪華。やばいやばい。豪華豪華豪華。そう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 。こうなってたんだ映像。青な青よ。この次のシーンはあれかな。私これ靴下なの微妙にすごい好きなんだよ、ね、なんで靴下なの。そこが言うだよね。ちょっとハンドルが完璧完璧に撮ってくれてる。愛され方はどう。ちょっともうなんか恐怖だよ。なんかここが好き教えてくないでしょ。王子急に生まれたよ。その王子さん急に急に来たからちょっとびっくりしちゃってさ。王子様馬の何しか言ってなかったもん最初。馬の何。あ、こここれ好き私。ありがとう。かわいい、かわいい。ちょっとこれね、この話していいのかな。いいんじゃないですか。なんかこのパンツにサキって書いてあるじゃないですか、うん、このサキの文字がその配信リハーサルの時に、うん、すごい多分ね、お尻に多分すごい力を入れてらっしゃったんだと思うんですよ。そしたらこのサキの文字がこう食い込んじゃってね、全然見えないっていう、なんかそうイントゥーしちゃってて、イントゥーしちゃって、ね、イントゥーしびっくりしちゃって、それですっごい、はい、これをマチさんに言うべきか言わざるべきかすごい迷ったんだけど、ちょっとね、二人で言ってたんだよ、ね、どう、言っていいかな、言っていいかなとかっつって、でも、さっきは見えた方がいいと思うんだっつってで、言われたんですよ、言ったっていう。あ、あ、どーん、かっこいい。そう、だからそれをね、マチさんにお伝えしたら、うん、なんかもっとすごい斬新な答えが返ってきて、でそれまでちょっとこうイントしてる状態からドンって出してどうですか、ね、愛の証だよで刺すっていう嘘でしょ、案をね。そう、斬新すぎてびっくりしちゃって、最初から出しておきましょう。さすがに、さすがにね、俺ね、このシーン全体でね、一番緊張してたんですよ。ああ、風呂おわさりで本当にこの撮影がダメだったんでしょ。本当に俺虫がダメだから。もうおもちゃでも本当に5ネタって聞いた。そう、10分ぐらい5ネタもして話これ無理です。この撮影がってことでしょ。そう、噛みたくないって、噛めない、ごめんなさい、やるけどちょっとだけ待ってって言って5ネタ5ネタでで、バンジージャンプの前みたいな。そう、マジできつかったんですよ。このさ、男はさ、もう全ての融合だよね。そう、あ、ね、そうだね、全部の集結した、そうそう、技術の集結、めちゃくちゃ豪華なさナンバーだよね。もうさ、はい、鍛え上げられてないからさ、これも言っていいですか、その衣装合わせの時に、そのハッピーにこのサキパンツでやったんだけど、さらしマックか近藤さん、まああまり浮きも割れてないからねっていう話待って待って、ね、そういうことだったんだ。で、出ましたよね、ちょっとちょっとだけ出ましたよね。でもいろんなことを配慮してくださって、かっこよく見えるように衣装も用意していただいて、ありがとうございます。でも似合ってる、さらし姿、うん、ね、似てる、声に合ってる。お祭り男、ここの祭り男、ね、地球の映像びっくりしなかった、ね、びっくりした。一番最初に劇場入って映像見て結構びっくりしたのは地球だった。なんか壮大すぎてびっくりした。そうなんだよ、なんかすごいよね、このナンバー。もう地球が迫って日本に来た時にあらそんな大活躍の方なんだなって。でもさ、なんかさ、こんだけ壮大なんだけどさ、なんかすごい
なんだろう、あの、なんて言ったらいいんですか、ちょっとやめようかな、いいよ、いいよ、なんで、ちょっとオチが分かんなくなっちゃった。え、嘘でしょ。何も聞いてないのにオチも分かんない。もうね、これの記憶がないです。ほら、降ってる。あ、降ってる、降ってる。来る、なんかさ、雪来る、来る。本当ですか、ありがとうございます。嬉しい。このアングルやだな。あ、ちゃんと出てる。なかなかないよね、こういうアングルになること。あんまり見ない。あと、さっきのフォントがすごい好き。分かんない。なんていうの、あの、ちょっと日本男児を感じさせる系のフォントなのがすごい好き。お尻だけど。いや、やりすぎやりすぎ。どこまでやってんの。え、やっぱりこのフリーはどうでした、最初もらった時。え、めちゃめちゃ嬉しかったんですけど、うん、いや、僕はね、そ、コメディ要素みたいな作品に携わったことがなかったんですよ、今までね。そう、俺が逆にやっていいのかなっていう不安だったの、とにかく。この役自体は。そう、でもさ、本当にぴったりじゃない。うん、本当に、なんかナイスキャスティングってさ、あの、愛されキャラにちゃんと仕上がるから素晴らしくないですか。そうね、嫌味が全くない、愛せる、うん、今褒められてます。褒められてます。あの、当て書き感って思った。あ、自分で。そう、自分でも。いや、なんかそれすごいことだよ ね、 ね。いや、なんか俺こういう人間なんだって、なんか自分での再確認できてみたいなところが素晴らしくない。来た、そうそう、限界、これ限界、ガチです。ちょっと本心だもん、本心。もう大変だ。でもこれ、ほん、あの、皆さん聞いてほしい、このちょっと待ってねっていうのは稽古場で急に、あ、本来なかったセリフですよ。本来なかったセリフなんですけど、急に本当に多分マッツさんがきつすぎて、ちょっとセリフが本当に嫌だったから、笑いのにって言ったらそのまま息になるっていう。あれ爆笑したよね。ちょっと待ってでは爆笑したの覚えてる。俺すっげえそれ覚えてる。めちゃめちゃ嬉しかったんですよ、笑ってくださって。なんか受けた面白さじゃなくて、私たちが受け入れて笑ってたのが嬉しかったってこと。すっごい嬉しかったの。でも稽古場でね、いや、稽古場の笑い声がね、俺すっごくね、支えだった。かわいい、かわいい、仲良し、一緒にちゃんとタイミングあったよ、ね、耐えらんないタイミングが。俺ここ好きなの。なってない。あのね、3回に1回はうまくいくんですよ。カスカスだったよね。あー、うん、リベンジ、うん、実況する。ここの作りすごい面白いと思ってた。なんか舞台場面的にこのちゃんと話がつながってて、初実況っていうのでこう場面がちゃんと移り変わっていく、うん、でどっちの話もちゃんと2人の間に立ってる優っていうのも分かるし、うん、お互いがそれぞれ頑張ってて合ってないっていうのも分かるし、すごい秀逸なシーンだなってずっと思ってた。そんな中すいません、発表しちゃって。そうなんだよね。そう、同じだから話してすぐ俺初実況するよって言いに行ってるってことですよ。で、なんか今朝終わったよみたいな、そこだみたいな。すごいっすよね、うん、ずっとこの服装で裏歩いてたんだな、そこ。いや、でも、あのね、でも本当にやってた、やってたね。だって2人で言ってたもんね、お祭りの仕事した方がいいって。そう、あそこのキレ。声が、なんかさ、やっぱええ声やから。いやいや、そんなことないでしょ。ほんまですか。あ、だよ、しょ、あ、始まった。これこれ、この映像超好き。始まった。おお。どこにいるんですか、どこ今。カラフルだね。カラフルだね。うわ、すごいな、本当に。密です。密に、こら。でもさ、本当に思わない、本当に。いいね。あー、知ってる。この曲好きなのですよ。マナイさんがさ、うん、
今私たちかっこいいって思うってすごいリハ終わった後ぐらいすごいあ私たちがめっちゃかっこいいって前向いてたでもあの振り向き意識したよね二人とも首から切るみたいなここの振り付けすごいと思う。すごい。私が先頭に走ってるから私が先に進行方向を向いて、うん、後からマナエさんが向くっていうので、こうなんていうの、うん、あの先頭からこう走ってる人たちがこうどん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 行ってる感じが出るってすごいと思った、うん。なるほどと思って。やっぱスタンス広いですね。だよね。また俺の話しちゃいました。構わないよもういいや俺もういいや俺の話しよういいよあとずっとこれもしてるんだね焦ってたでしょいけねいけそうだそうだ あ、いいっすよ3あ、来たいや、ここ好き3人揃うといいなこれを、うん、ユーも歌ってるっていうのがよくない、ねうん、なんか見てるなんか2人を見守ってて2人の気持ちもすごい分かっててっていうのが3人で歌ってるからいいんだよねいいこと言ってくれるもうありがとうございますイエーイいたそうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか2人いい表情してる。あ、見せどころ。やる。もうこの歌詞をよくメロディーに入れ込みましたよね。確かに。ああ、してます。いや、最初詞だけ読んだときに、これどうやってメロディーにするんだろうって思った。なんか結構ちゃんと何の。このレースっていう曲の中でそのちゃんとゴールするまでをちゃんとストーリー仕立てになってるからやっぱり曲一つの曲ってなると何かを繰り返したりとかしてでその中にメロディーラインも同じものが登場したりとかしてってなるけどこんなに文章的なものをどうやるんだろうと思ったらすごい綺麗にハマってるからわあすごいなって思ってたブラボーこの振りもすごい、ね、椅子こう向いて、こう向いて、こう向いてうん。本当実況上手ですよえ、うん、え、本当になんか本物の人みたいうんありがとうやっぱ研究した嬉しい嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい研究した研究したいや、研究しましたそうだ、はい、ありがとういや、食レポとか見るの好きなんででもさ、そうなんだ楽屋とかでもさ、結構割とね、そうやってるよねそうだねえ、何でえ、なんか実況みたいにさ、一人で喋ってる時あるしあ、確かに自分のやることをずっと実況してらっしゃるそう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 セルフセルフセルフ実況セルフ実況するの好きでスポーツ実況っていうのがあんまり僕の中にはなかったから、うん、でも野球好きだからマナエさん、そんな顔してたのいや、私、知らないからさそんな顔してたのまだすごい、すごいいい表情してココは好きやん、ね、好きねいや、これがすごいことですよねマラソン選手とか、そのオリンピックとか、うん、なんかその戦う人たち、なんていうの順位が決まる人たちってすごいなって思ったこの作品やってなんとこのさ、ゆうの何とも言えない顔も素敵よねこの顔二人の二人のことを思ってるねこれは一回さ東郷咲さんってなんかやりましたねはいってものドカーンって使ってそうですよ距離感伝わなくて私も思いっきり言っちゃったんだけどお笑いのね定番みたいな。ここは構わないのよね、新曲って。そうなのよ。そうそう、俺もそこ思いました。でもさ、
でも幼馴染がさ優勝したとかさ、すごいじゃん。で自分がこう、うん、インタビューできるすごいことよね。幸せ、嬉しい。あ、ここのあれですよ、インタビュアーの人たちの声がどうか、うん、エモエモのエモ。またあれですよ、配信リハやった後にあの動画をね楽屋で3人で見てたんですよ。最初ね、そしたらエモエモのエモエモエモとかそればっかりずっと言われてすごいエモいんだもん。もうひたすらエモい、エモさん。ここも早替え。あ、そうそうそう、あ、そうだ、一瞬で変わったね。好きなんですけど、だから2人がさ大変になってさ、でも俺はこの仕事がうまくって明るく帰ってきて、なんかね切なさが増してます、僕の中に。これよ。すごいさ、バラティ好きだから。そう、この左手よね、左手のポニャキ。このすごく好き。ありがとうございます。そういうとこいいよ、ちょっといい、嬉しいな。本当嬉しいな。ねえ、そうか。でこれいつの間にかやってたよね。そう、気づあれ急に始まった、はい、あれは何知ってたの？あ、うん、やる前にね、あの本当にちゃんと考えたものしか俺できないから。試したくなっちゃう。え、試したくなるんですけど、だから毎回これやろう、あれやろうって言ってちょっとパッて受けたらこれにしようっていうのをね毎回受けないと結構なんかどうしようかな。ね、あ、どれがいい、どれがいいとかって。あ、どれがいいかな。もうそろそろ固めようと。すみません、あれ面白くないよね。なんか別のないかなって。面白いよって。笑ってないかな。趣味。そう、すごくね、緊張してましたよ、毎回。緊張してた？そうか、そう。誰かな。私ってなんかよし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 と気持ちになる、ね、なるなる。なんかさ、親とそんなさ帰りたいけど帰れないみたいな距離にいたことがないから、うんうん、なんか、うん、そう実家とか別に普通にポンって帰れる距離になったからさ、うん、なんかね、一人でさ頑張る。さきちゃんこういう人いっぱいいるんだろうなって思う、ね、うん、なんか感情移入する人多いんじゃないかな。いや、うん、分かる、俺すっげえ分かります。だから東京出たてとかで、あ、そうか、そっちか、熊本なんですよ。あの、うまくいかなかった時とかに親にちょっと強く、うん、もう分かっとっけ、もうそんな言わんだってやっちゃうところとか分かる、うん、分かるわ。
あった。熱いとこある？ある。本当？ある。嬉しそう。嬉しそうだな。これ好きなんですよ。これ見てこの照明との兼ね合い。兼ね合い？はかない。はきゃない。はきゃない。はきゃない。歌ってほしい、これ。俺めちゃめちゃ好きだもん。それ。あ、それ面白い。だから、え、お互いの歌を。そう、お互いの。それこそあの M4 のランスルーとか、あの辺を男性が歌ったらどうなるんだろうとか聞いてみたいし、男性バージョンとか、そういうの聞いてみたい。よ、いいね。髪の毛いいじゃない。巻き巻きありがとう。だってこんだけさ、プニーテル下ろしてプニーテル下ろしてってしてもさ、残る巻き巻き天才的にさ、皆さん巻き巻きおすすめです。おすすめです。巻き巻きをおすすめする服装ってどうこんな素敵なシーンで今髪の毛の話してますね。本当だよ、びっくりしちゃう。でもこれ見て超綺麗じゃない。この陰影がさ、あるってなんか舞台だとさ、なんか生で見てる場合って本当に明かり当たらないと見えなかったりするじゃない、うんうん、だから映像だからここまで暗い中で照明がちょっと当たってるぐらいで綺麗に見えるってことだよね、うん、でも表情がこんなに近くで見れるってすごいことじゃない。そうだね、うん、なんかやっぱりそのこの配信だからなんかよりなんか私たちもなんかリアルに近い感じでさやらせて、うん、ならでは、うん、生っぽい、うん、でもミュージカル、うん、そうそう歌う、うん、でもこの歌もあれじゃない、その王道でーすみたいな歌じゃないじゃない、うん、なんていうの、うん、こう生活の中にちゃんと入り込んでくるこのリズム感だったりとかだから、なんか、なんていうの、急に歌い出したみたいな感じじゃないのがすごいなと思って、うんうん、頑張ろうと意気込むほどなぜか止まらなくなるの、涙が出るのっていうのが本当にダメなの。なんか来ちゃう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 、今言っても来そうになる。今限界、今限界、今限界だ、うん、なんか悲しいよね。だって頑張ろう、なんかいろんなことを、ね、薄っぺらい人生だけどあったなみたいなさ。そんなことないですよ、すごい素敵、うん、いいよこれ使って涙拭いて。大丈夫、ありがとう。ちょっと分厚吸うかな、吸うかなとか聞いてるだけでもすごい喉乾いてくる。なんか喉乾いてくる。ほんと3月とかの時はなんか全然歌えなかった。なんかやっぱだからこの延期になってしまったけど、その期間があったから私はすごく良かったなと思います。なんか全然俯瞰で見れるようになった作品。そう、あ、そうなんですね。やっぱあのもらいたての役とかってこうやっぱ自分の役を深めなければと思うからこうなりがちだけど、なんかこう時を経るとこうちょっと引いて見れるようになるから、ここはこの関係性を見せた方がいいとか、そういうのが自分なりにちょっと成長できるというか、落ち着いて見れる時間があってよかったよね。めちゃめちゃ良かったですね。仲良くなったね。仲良くなったね。本当それが大きかったと思ってる。本当に仲良くしていただいて。いや本当にありがとうございます。それが一番のあれです。本当そうだね。再会した時のなんか感じがね。わあ。頑張ろうね。みたいなだったもんね。ちょっとこのね、このぐるって回るのがね、最高だったんですよ。いやこれすごい。もうそっちも行く、そっちも行くって思ったもんね。そうやってさ見せていただいてるから、なんかエモエモのエモエモのエモいただきました。本日2回目かな、2回目エモエモのエモ、エモエモのエモにしていただいてるよ。いいね、俺が歌っちゃうとね、見てる人ちょっと聞けなくなっちゃうから。私今日いい曲
喋ってられる副音声楽しい、俺大好きです、これ。皆さんも楽しんでくれるといいな、はい、このこれはー素晴らしい、紫なんで一言で面白いのちょっとどうしていいな、今日ありがとうあれ何何か言ったの、あれですか、今日の取材したことです、それはわかるんだけど、朝ごはんはいつも私カレーから始まるタイプ、始まる、一郎さんと一緒の、一郎さんと一緒、やっぱアスリートだよね、なるほどね、うん、早めに教えてほしかった、すいません、カレーだよ、でもこの話の流れってどっから生まれたんだろう急にさ、私犬の呼吸って書いてあった時どういうどういうこと、どうしてこんなことになってるのってずっと思ってた、脚本、いや、俺最初に読んだ時やばいかもしれない、ずっとやばいかもしれない、え、これ本当にあることなんですか、本当にあるんだ、この犬の呼吸をやるっていうドローン、あ、犬の呼吸は分かんないです、犬の呼吸はこの人、うん、ならでは、ならではな、オリジナルですか、このね、実況してんだもんね、自分実況ね、セット実況、セット見ちゃう見ちゃう、なんかさ、俺マジでさ、普段さ、動きさ、動き本当に何、なんかね、あの、違和感がないんですよ、滝本優をやっていて、でもそうね、うん、でもだいぶ近しいよね、うん、そうだよね、同じ星の住人、嬉しい、だって楽屋とかでもだってずっとね、ずっと実況してたり、ずっと楽しいし、ちょっと喋ってお題出してとか、すぐねお題出してお題あ、でも私はだからやっぱり自動販売ゲームが一番好き、ああ。出た自動販売機で、このアンカリウって知ってた、私知らなかった、俺も知らなかった、知らなかった、いや、なんかこれ、あの五郎丸さんがね、うん、あのニュースですごい話題になったから知ってたし、うん、その一郎さんのこれはあれ、なんか、なんていうの、そういうことをやってるのがいい方に転ぶっていうのを知らなかった、うんうん、あ、それすらもってこと、うん、やってるなーってけど、うん、なんていうの、なんか普通のルーティーン、そうなんだ、ルーティーン、ルーティーンっていう言葉なら知ってるけど、うん、アンカリングっていう言葉は知らなくて、最初はしかもアンカリングなのかな、アンカリングなんか、その辺とかも分かんない、言ってましたよね、うん、ずっと言ってた、五郎丸さんのちゃんと法則あるんですよ、法則、右手の親指は下とかで、ここくっつけて、ここのここちょっとだけ浮かす、へえ、ですよね、誰もうなずいてない今日不足で、すいません、すいません、いやでも本当そうなんです、でこれが一番いい、それが呼吸のアーだったんですね、なんでカッパ巻きなんでしょうね、あ、なんでカッパ巻きなんですか、面白いからカッパ巻きってさ、食べます、食べたことあります、カッパ巻き知らないの、いや、カッパ巻きあれですよね、キュウリの、キュウリ、キュウリよ、普通ね、カッパ巻き好きなんだ、かわいいっすよね、なんかリンのかわいさで、かわいさ、あんなに強い人ってさカッパ巻きなんだ、カッパ巻きでこんなテンション上がるんだこれリコちゃんねって、うん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 、カッパ巻きとかおり、面白いこれでリラックスしてるんですよ、うん、最初なんかこのリンちゃんがね、うん、割とこういう子じゃない、うん、一生懸命強い、みたいな子が、このああもうどこまでやっていいんだろうっていうのがすごい自分の中で、どこまで、あのふざけるじゃないけど、うん、思いっきりどこまでやっていいんだろうはめっちゃ思ったけど、最終的にただただすごい楽しかった一番リラックスされてますね、うん、でもいいことですよね、うん、あ、ここあ、すごい、あ、すごい、うわ、面白い、何、
かわいい、いい、幼なじみ感、幼なじみ感。なんか2人のこういうのってさ、あんまりさ、ないじゃない、本当にね、うん、そうね、そうね、かわいい。そうすれ、歌っちゃう、歌っちゃう、あの、あ、うん、今な、うん、歌われ、ずっと歌われるのかと思ったよ。ハモリ、ハモリさ、頑張ってね、本当にありがとうございました、本当に。でも最終的に全然何の問題もないぐらいになって、ね、続けるよルーティン、これがね、そう、どっか行っちゃった、これ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 好きで、これこんなことやってたっすね携帯なんだこれ、着メ、着メロってもう死語、着信を、着信、信用これにしますって言われたとき、本当にどうしようかと思ってなんかそんな、俺はめちゃめちゃ嬉しかったですだろうね、うわ、ここからちょっとね、苦しいですよね、わかるよね、苦しい、いやぞ、いや、すごくない、マラソン選手だよ、ギリスケンが、ギリスケンってすごいっすね、病院の音が秀逸って、すぐ病院ってわかるよね、うん、なんでだろうね、なんでなんだろう、松葉杖使う、本当に非常最強の人、え、そう、サーバーサーバー、松葉杖ってどうやって使うの、どうして身につけるの、言ってたじゃん、あのさ、稽古場でさ、これがさ、ベストな形なのかな、松葉杖、あ、そうそう、それも私が言ってて、なんか松葉杖って一点じゃん、一点、一点しかつかないじゃん、一本で、あ、はい、一点しかつかない、今、ごめん、すごいいいところだった松葉杖の話、ちょっとやめて、そうですよね、これ杖この時のさ、さきちゃんの表情が辛いんですよ、ずっと私のこと見下してたんでしょ、そういうのが多い、ごめん、つらい、すっごいトントンした時に僕がまたパッて出てくるから、うん、ごめんって思ってた、そう、そうだよね、そうそうそう、長江さんがすごい振り幅、振り幅大変でしょズンだね、この次がね、もうねパッで、その後ズン、もうすごい役だなって思ってた、あ、そうですよね、もうなんていうの、リンはずっとマラソン、うん、先ってなってて、うん、ゆうは先、ドドドドドドみたいな、ドドドドド、そうね、2つの世界で違う、そうそうそう、生き方する、あめやっぱこのさ、あの、お互いがその歌うっていうのはいいよね、うん、これでさ、ね、リプライズね、リプライズ、最初リプライズ、リプライズって思ってたもん、これ読みながら、ここ好き、ここ好き、ボケかっここ好き、最初なんか私全然これ痛くないんですけど、はい、最初こけた時に大丈夫ですかでみんながみんながそのこけ方はみたいな、膝がとかすごい言われていや全然大丈夫なんですけどねって言ったのも今思い出した、ここ好きですよ、ああ来た、あそこだぜあ、でもちゃんとなんか、ここだけなんか、うん、こういうのなんか、なんかあ、ここどうなっちゃうの、ね、1点しかつかないじゃない、あれが2点じゃダメなの、あー、パターンだからさ、安定するようにって、そう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 、いうバスガゼとか、もしかしたらあったらすごい楽な人は楽なのかもしれないなって思ってた、じゃあ、医療メーカー開発します、しましょう、
しますおしゃれな松葉杖あれでしょよくわかんないけど公園グッズで松葉杖そうそうそう公園グッズで松葉杖って新しいの新しいコアだな何かあった時用みたいな何かあった時用いやみんなそんなことにならないでくださいそうそうならないようにならないように気をつけてえそっちかそう、うん、そうそうだね、うん、気をつけていきましょう気をつけていきましょうあねえここ好きなここ好きなの次そう、うん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 、また俺の話しちゃった構わないよありがとうちょっとで走り方よ方向が違う走り方何これ大丈夫大丈夫でやっぱ2人がかっこよく走ってるからなカメラ完全に完全にすいませんすいません嬉しくなっちゃって捨てる動きがちょっとここで、ね、本当にちょっと気持ち悪いんだよな本当によかったこれ最初にやった時びっくりした名前のクリップいろいろでも他にも候補があったんですよ名前の、うん、あったよねあっ、うん、なんだ忘れちゃった他にも言ってたよね名前の候補ゆうとさきだからみたいなゆさまさゆきあゆさゆさゆさまさゆきってよくないなんかしっくりくるんだけどとか言ってたんですけどなんかね一番これがしっくりきましたあゆむくんがあゆむちゃんもよしいい名前だと思ったよありがとうございますやったねいきなり土下座をするっていう、うん、びっくりした俺もいやびっくりしましたそうだよね最初にあの台本を読ませて、うん、そうだよねでもいろんな説明をやっぱそれだけこの思っているんだなっていう大変だなと思ってやりながらどんなことでも共有できる夫婦の家族になりたい素敵これ照明照明よありがとうございます言っとくていいいいよね、うん、俺これあのレコーディングしたじゃないですかあ、はいはい、あれ全然ハモれなくてねごめんねもう釣られまくるんですよ僕ハモり釣られまくってたじゃないですかはいはいはいこの歌も釣られまくってたんであそうか一緒に撮ってたそうですそうですレコーディングした時は再会して2回目とか初めてあよろしくお願いしますの時とかそうだねそうだからなんかもうそうなんだレコーディングでめっちゃ似合ってたみたいなのね目がこうなって泳いじゃんだからさもうここで向こうってそう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 じゃあここで向くねでここで外すねって言ってたんですけどあのね道具マグって言ったドグマグ俺はドグマグ言ってたんだみんな人見知り同士だからそうなんですよねよく仲良くなるねえねえねえほんと素晴らしいちょっとここ押してピーガコン何が出たでしょうせーのおーいお茶おあのこれが自動販売機今すごいいいシーンなんだよねそうこういうことも経てあったからあのすごくあのこういう関係にこれがねこの歌詞がすごい来る、うん、もう全部一緒に共有しようっていうのが、うん、よくねやっぱりさ歌詞見れるのいいうん、うんうん、心に刻みたいねえもう一回メロディーラインもう一回やりたいもう一回やりたいだってもう一回やりたいって
やりましょう。やだー、確約しました。ありがとうございます。じゃ次はね、役をシャッフルして、どうシャッフルして、だからリンで、サキになります。ユー、どういうことよ。私が男やる。いや、ちょっとここからのね、カメラワークが、そうちょっと見てほしい。あ、すごいね。集中しよう。顔マジで見てほしい。承知した。いや、こんな近くでお二方を見られるんです。ここからよ。いや、俺もね、回ってくださってるなって思ってたの。うわ、めっちゃええやん。すごい。すごい。すごーい。二人の世界や。うん。すごーい。ありがとうございます。この世界観がギュッとするよね。ね。うん、この照明もいいな。照明やばい。エモエモのエモ3回目です。3回目。なんかよかったね。僕よかったね。幸せでいてください。あ、素敵。このやめなさい。つらみざわ、どうも、つらみざわ健二です。誰？分かんない。だよね。でもこの時系列が2つの人生を重ねてますって、この2つの人生こうあるじゃない。皆さんが見てる方々はどのあたりからこう2つあるのって分かるんだろうなって思ってたの、あの生でやる場合。なかなかそういうのって分かりづらかったりするじゃない。映像だから青と赤でできたから、もう最初からそういう風に見れるよね。うん、今こうやって変わったのも多分わかるし。そうですよ。それを生の舞台でやるってなると、どういう演出になるのかは楽しみですよ。いただきました。ありがとうございます。まずまずや、まずまずちゃんとつけてて。ほんと、よかった。ギリだった。ギリあれ、この時パーカー着てました。これはパーカーという名前のパーカーです。おへー。知らなかった。そう、白のパーカー。結局対峙してるところってあんまりリンさんっぽくなくないですか。そうなんだよ ね実は意外と。そうなの、アンカリングぐらいで。そう、基本的にリン意外と黒くて、一人にしてごめんなさい。誰にでも。ね、電話の持ち方上手。そんな。こうやってやってて切られた。これすっげえ焦ってたんですよ。これ。おかしくない？なんか電話。え、だってこうなってる。そこからこうやって。めっちゃ焦ってた。やばっていう思いで。ね、ここ本当にきつい。俺本当普段怒らないからさ、人に。毎回稽古場でこのシーン。誰だよ。このなんでっていうところが全部ピクってなっちゃう。大きい音恐怖症だから。そうじゃん、すっげえ、ね、これはってなってシュンってなって帰って。そんなことある？ある。だって確かにマッチさんって大きい声出すわな。出てってやもう。悲しそう。めっちゃ悲しそう。なんかね、これはね、つらご本2人のことを思うとね、本当に辛くていたたまれないんですよ。なんか板挟みよね。そう、なんとよく頑張ってるよね、ゆうって。うん。
いや、バランサーだよね。バランサー本当にいい子。ありがとう。あ、うん、いや、本当そうよね。二人は辛いんだなってなって、一緒に辛くなれる人間ってのは優しいなって思う。字が小さ。そうだ、名前ってどうやって決めたんですか？キャラクターに合う名前を探していったって感じですね。ああ、そうなんだ。ああ、そうなんだ。でもめちゃめちゃしっくりきてるんですよね、うん、キャラクターがまずあって、ね、この子の名前は何だろうっていうつけていった。凛としてる人、ソキ、なんか華やかな感じか。さきちゃんかわいいもんね。かわいい。りん、まあ、ゆうはあれだね、いいじゃない。懐広い感じっていうか、たぶやかっていうか、そういう感じのイメージ。さきもそう言うんです。言いやすいですよ、まあ、すごいなんか名前が気に入ってるみんなっていう話をこちらでしてて、かっこいいって、ボンボンさきってかっこいいって話をしてる。2文字っていうのがいいかもしれない。ああ。うん、名字みたいな。名字好き。まあ、さっきピッ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 、これ結構いっぱいあるよね。いっぱいバリエーションあるみたいな。でもどこで止めたらいいんだろうってずっと思いながらやってたけど、いや、最終的にこれが一番俺が楽しかったです。止まらない、ピッ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 、これが楽しかった。これ止めないって言いたい。追いかけっこ、追いかけっこ。え、待って、俺、え、これ俺だけなの、これ。そうだよ。今知ったの、嘘じゃない。そうなんだ。嘘、知らなかったんだ。俺だけなの。一緒にやってるもんだと思ってた。え、あ、そう、決まった。ここね、僕の体が硬すぎて、そう、下まで下がれないって。筋肉痛になっちゃう。未だにきついですか、ここ。そう、謎にね、肩甲骨が筋肉痛なんですよ。なんだ、多分男でこれやったらこれで筋肉痛になる。あ、クロール。そうそう、本当に切なかった、見てた。めっちゃ応援してた。でもなんかすごいいいよね、このランナー素敵よね。素敵。ランナーさ、なんか後半二人の声がさ、わーってなる感じ、めちゃくちゃ好き。こんなことを言わせていただいているのか分からないですけど、めちゃくちゃ気持ちよかったです。にっ、気持ちよかった。本当にすっごい声がね、多分、うん、言っていいですか、ね、うん、すみません、本当に恐れ多く、めちゃくちゃ合うと思うんだよ。イエーイ、じゃないですか。イエーイ、イエーイ、せーの、イエーイ。ほらほら、今のでもよくない。いやいやいや、あ、そうね、そうね、この3人ね、声質がね、痛くない。痛くない、あの、合わさっても痛くないなっていうのは思ってた。なんか私とかがキンって出すとちょっとあれかもしれないけど、なんかちゃんと、あ、合う、バラ、なんかすごいいい感じ、3人歌ってて痛くないなって思ってた。ウェルセンス。この時のリンちゃんの顔よ、表情素晴らしい。もうね、ロッポロ泣きながら情熱的になってる。それで聞いてていいなって思って。この後はけるんだけど俺、うん、はけるんだけどとか言って先取り先取りしちゃうの、ごめんなさい。なんていい幼なんだろうね。え、さっき俺にも噛まないでって言ったのね、幼なじみ。超いい人じゃない。超いい。この3人本当に理想よね。理想よ ね、こんな青春を送ったら最高じゃない。ね、人生楽しいと思う。まあ、辛いけどね、辛いこともあるけど、でも、うん、豊かな人生がある。それぞれに2人がいてよかったね、うん、うんうんうん、そうなの。いいバランスだし、いや、ほんとかわいい、もうかわいそう。
入ってる入ってる入り込んじゃってるから頑張れさき今はリンチさんじゃないんですか。そうそう、リコさんです。出てきた。これね、あの、言っていいですか。これ、おだら大きすぎて、で衣装とかも気にしてて、毎回俺ここに出とちってだから最後も自信満々にバンって出ておーおーっつって、嬉しい、嬉しかった嬉しかった、出れた出れた聞いてるの、この、あの、サキとリンがシンクロスしていくのは、うん、すごい好き好き、これは素晴らしいよね。いや、これだけの情報量をよく本当にメロディーラインに込めたらすごいな、本当にすごい。あー素晴らしい。あー、いやー、いや、めっちゃいいな。いい、最後の方、みんなすごいやばいしか言ってない。語彙力が失われた、はい、こっからね、こっからね、うわここすごいね、うん、パン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 、やっぱもう最後の方になってくるとちょっとマジで見入っちゃう、見入っちゃうね、やばいやばい、あれだ、なんかさきちゃんってほんと人はこういろんな困難があるんだなっていうのが分かるよ。結局どっちの道に行ってもそれなりに困難があって、そうだね、でもそれに打ち勝つとか希望を見出すとかっていうのがこの辺にすごい詰まってる感じがすごいですよ。ごめんな、近くに入れなくて。本当だよね。その辺も大変よね、ゆうちゃん。ここのね、入れ替え大変でしょ。なんか、ね。でここでもね、よかった。でも幼馴染みじゃない、親戚感が親戚感が出てる。あー、やった。躍動感。うん、
戻ってる戻ってる戻ってる、あー戻ってる戻ってる、あーすごいすごい、時が戻った、時が戻った、時が戻った、ここ今めっちゃ息整ってる必死だね、必死、好きなんですよ。この時、そうか、言うじゃん。そう、それでずっと聞いてるから。聞いてるんだもんね。盛り上げてます。気持ちを、二人の会話を聞いて。びっくりした、二人を盛り上げてるんだもん。いやいや、袖でこんなやってないですよ、俺。頑張れ頑張れ勝手に俺がね、元気を。元気をもらってました、元気とか。勇気を。いやーこれはね、本当に何のために生まれたのって、いやー、さっきと出会うために、ね、生まれてきたと思うのってさ、愛が深すぎる、うん、深すぎる、いやこれ刺さるよね、うん、うん、刺さる、めっちゃええ子やん、やりやりやりきらねばならんなっていう気持ちになるね、ここに聞いてどうしてもいい、素敵な歌詞、すごい、これね、花束、花束、花束って花束、この発想は素晴らしいです、いや、いいよね、していきたい、おっしゃ、7人万歳、7人万歳、いや、いい関係性だよ ね、ただ優がちょっと優しく見守ってる感じもね、2人もう何ていうのかな、この気持ちが言葉にできないように何かもうこれですな、もう心境、うん、ああボキャブラリーだ、ボキャ品、私ね、言
こう私わかる、私たちが喋んなかったからずっと一人で喋ってくれたの。おい、この次の歌詞ですよ、うんうんうん、そこがね、すっごく来る、うん、いろんなことがあったねっていう、ここまで来るのにっていう、うん、これぐらいか、綺麗な声ね、うん、ここやばくないですか、うん、最後の最後にこの歌詞、うん、すごい、この歌詞見てた、全員違う方向を見つめているっていうのが秀逸だなって思ってました。そうなんです、それぞれなんだけどね、うん、苦戦しました、苦戦したね、ほんとなんか頑張って それぞれ歌ったんですけど、全然最初この息遣いが合わなくて、うん、めっちゃ練習したね、うん、今日合ってるね、やっぱこれさ、この手をつなぎ続ける偶然が生まれた時がエモエモのエモだった。エモエモのエモだよね。うん、俺が手離さなかったで、うん、2人と。でもなんかもうちょい早めに手を離すはずだったんですけど、ある投資稽古の時だよね。稽古の時にマッチさんが全然離さない、離すタイミングでも。ってなったタイミングことがあって、でもそれ生かしていきましょう。ってなってこの手をつなぎ続けるっていう。2人の目線は今でも脳裏に焼き付いてますよ。この私すごいメッセージ性のある目線で、ね、何って思ったら俺が話しなかった。いや、いいよ、かわいい、かわいい、ゆっぽくて、そう、ここで急にそうだったってなるんだよね、うん、なんかその物語をずっと追ってるから、ね、あ、そうだった、そうだったって思うんだよね。いや、素敵、ありがとうございます、かっこよく撮っていただける、すげえかっこいいです、ね、だも思います。ありがとう。ああ、かっこいい。見たいなの。ちょっと。ちょっと今のすごい。よかった。なに？ここ一出した感じ。こいつ。やっちまったぞ。悪い。隠しきれねえ。イケメンが出ちまった。見てたな。ああ、いい。いいね。勇気もらえるよね、うん、このさきちゃんが言ってるってところが勇気もらえる、うん、ここもね、僕のお気に入りポイントですよ、この会話来るよ来るよ来る、私たちのお気に入りポイント、うん、来るありがとうございます。花のデザートソフトのちょっと声が聞こえる私たちのね、そうなんて聞こえるんだっけ、
それではみたいな、ほなんな、ほなんな、ほなんなみたいな可愛い声がたまに聞こえてくるんですよ。なんかこう、なんか赤様、赤様、赤様にこう、じゃあねっていうのは、ほなんなって言いたくなる。その、マストほなのだったから、マストなんだ。ほなんな、ずっと言い続けちゃったね、ほんとにね。その時ちょっと。終わるよ。あ、すごくない？私たち1時間40分延々に喋ってるよ。ほんとね、ほんとだね、すごい。しかもあっという間だったの。あっという間だね、マジで。もう一回やる？もう一回やります？もう一回巻き戻して。何度でも見れますからね、あの、何度でも何度でも。なんかさ、すごいさ、支えられてさ、来たみたいな話じゃん。だけどさ、最後さ、決めるのは自分自身っていうところがさ、なんか、すごく素敵。素敵だね、幼馴染に。幼馴染なんじゃない？もはやね。あ、もう幼馴染なの？あ、そうなの？そう？そうなの？あフフ、自分ら自分ら100日間、うん、私この劇団ラフのロゴが可愛い、うん、ずっと言って超可愛いよね、うん、これどういう、このうんって音あるじゃないですか、あのよく動画とかにうんって入ってる、あれ、あの音にしたの誰なんですか？素晴らしいと思って。動画担当。動画担当の方が。ポッポッって、そう。あれすごく。あのロゴはあれです。小石のイメージ。石が転がって。小石なんだ。そう、絶妙な丸だな。かわいい。ステッカーもね。削られてる。ステッカーですよ、うん。クラウドファンディングはこちら。出れ。すごい。QR コード出てる。ね。ございました。か、お、このかっけ、かっこいい。いや、これいいのはさ、あのスタッフみんながちょっと明るいから見えるっていう。すごい。あ、そうですね。そう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 。おお。声の出演の皆さんです。ああ。みんなありがとう。ありがとうございます。みんなありがとうございます。これ嬉しいな。そうね、これを生でやってるってのも好きです。そうですよ、そんな生だったんですよ。生だったんだもんね。本当に生だったんですよ、うん、あの編集とかせずにやってますからね。こんなになんかすごい字幕とか出てますけど、うん、ちょっと、それがすごいよね、マジで、うん、どうやってんの。スペシャルシャンクシュありがとうございました。シャンクシュありがとうございます。なんで劇団ラフってひらがななんですか？いろんな意味があるから。あ、すべての意味を込めて、逆にラフがいい、うんうん、がいい、うん、トリプルミーニング、トリプル4つか、あ、そっかそっかそっか。何、楽しそう、私たち。あ、終わりました。いや、終わってしまった。あ、超楽しかった。楽しかった。ありがとうございました。いや、ありがとうございます。まもなくですね、チョイスの冒頭映像が公開されますので。冒頭映像、うん、M1 を今日公開して。おー、すごい。いや、それはね、最強にいいですよ、ね、それでみんなに広めたい、広めたい、いいなと。あ、なんだろう、思ってる、うん、いろんな技術の結晶、今でしか見れ、今この状況だからこそ見られる形になってるからこそ、いろんな人にね、はい、見てほしい、見てほしい、気持ち、気持ち、はい、というわけで、はい、皆さん、この楽しんでいただけましたでしょうか。副音声、副音声楽しんでいただけましたでしょうか。
多分一番楽しんでたのはここの3人から、うん、すごい楽しかったね。怖いぐらいずっとしゃべり続けたね。ちょっとまだ足りないくらい、まだ足りないくらい、ね、足りないくらいの話だったね。ちょっとはい、でもこんな感じで話しながらあのチョイス見ていただくのも、はい、何度もね見て楽しんでいただけたら嬉しいです、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。どうもありがとうございました。イエイイエイチョイスワースワンラフ。